私が引き当てたルーレットでね、今回取れたのはこちらの達人スリム、岩谷の達人スリムですね。予算が500円で、私が買ってきたものはデデン、ミルミルランド。ミルミルランドの愛車ミルリー、これにね4時間23分乗ってやっとたどり着きました。こちらはですね、静岡県の伊豆にあります。名前がですね、道の駅花の三星園というところなんですが、駐車場はこんな感じ、はい、今ねいるところからぐるっとこんな感じで、はい、今おります。で、こっちがですね、花の里というだけあって、ここら辺花壇になってるんですね。はい、ここら辺の地図もありますね。こんな感じで現在地、はい、こちらです。旧大沢学者って書いてあります。明治6年に大沢村田佐治兵が邸宅内に資材を投じて作った学校。あ、なるほどね、資材を投じて作った2階建ての学校だったんですね。開校当初からの姿をここに残しているそうです。木造だけどかっこいいですね、このちょっと白で塗ってあるところとか。で、その隣は、あ、はい、お手洗いです。ちょっと後で寄らせてもらおうかな。で、こちら建築中ですかね。もう一個、はい、建物がありますね。三星街道って書いてある。外壁の修復作業してるみたいです。で、こっちが、営業中ですね。よかったです、なんか売ってるといいなと思います。でも、ここ多分ご飯屋さんだ。ご飯屋さんで500円じゃ食べられないよね。営業してるけど、ちょっと見てみよう。しかも自分でね、調理しないといけないから。本日お食事はお休みですって。入っていいのかな、お邪魔します。はい、あ、すいませんこんにちは、ありがとうございました。すごい素敵。あ、お邪魔します。あ、すごい素敵。手作りクッキーとかある。あ、美味しそうだな。あ、これも梅干し、手作りの梅干しだ。めちゃめちゃいい感じですね。旨辛のりチップス、美味しそうだけどちょっと予算オーバーだな意外と500円大変かもしれない。よかった、200円じゃなくてよかった。はい、いいですね、いいですね。で、ここら辺はお蕎麦とか。500円オーバーしているな。あ、なんとか、どうしたらいいんだろう。みかん200円、いいの。はるみレモンだ、すごい。まだあ、そっちはお休みなんですね。あ、素敵。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。あとはアイス系があります。じゃあこの中から選んでいきましょう。はい、今ね買い物してきました。こんな感じで中を見ると、ブロッコリーと、あ、見えないかな、レモンがねあったんですよ。それをね、うち買ってきました。店員さんめっちゃ親切でいろいろ教えてくれて、レモンとかこのブロッコリーもここら辺で採れたものなんですよっていうことで教えてもらいました。でね、この新聞紙で折った袋にね入れてくれたので、じゃあこれをね車内に持ってて調理したいと思います。はい、ということで車内に戻ってきました。こっちがね運転席側ですね、はい、助手席を倒しておくと、ここにねテーブルになるような形で背もたれのところにねこの板が
つけられているので、ここを調理台にして今日はやっていきます。はい、そしてねこの上の電気ライトもねついていますし、このねウッド感がすごくいいのはミノムシファクトリーさんにね作っていただいて一緒に取り付けた家具です。すごいウッディでいいんですよ。私が引き当てたルーレットでね今回取れたのはこちらの達人スリム、岩谷の達人スリムですね。なのでこれに合わせて予算が500円で、私が買ってきたものはででん、ブロッコリー、そしてででん、レモンです。これどうやって食べようかなと思って、でもレモンすごい立派なんですよ。なかなかね国産のレモンそんな売ってないから珍しいなと思って買っちゃいました。ブロッコリーにかけて絞って食べるのか、まずブロッコリーを蒸そうかなと思います。こんな感じで150円と170円でした。締めて320円、お釣りの130円はまだね繰り越ししております。今ね気がついたらもう2時でした。9時に出発をして、1時半にここに到着をしたんですが、これ買い物してきてねもう2時、あっという間なので、これねやっぱり撮影してると結構ね時間あっという間なんですよ。で大体の道の駅ってまあ5時とか6時とか早いと4時とかに終わっちゃうじゃないですか。だからねちょっと急ぎます。はい、ブロッコリー切ってきます。ブロッコリーカット、こうやった方が見やすい、あんまり関係ないか、大きい、すごい大きい、よしよし、よしよし、これさ全部カットしちゃおうかな。もう1回で終わらせとけば全部今食べられなくっても後でさ夜とかにさこれ付け足してなんかやればいいじゃん。でその時にまたチョコとか、違う、このスリ達人スリムが使えるかわからないから、今のうちに全部を一回火通しちゃおう。あ、それはめっちゃグッドアイデアですね。でなんか入ってるな、間に、よいしょ、ほっ、なんかこれ葉っぱだ、食べられない、よいしょ、この葉っぱ出して、なんかもうちょっと豪華な予定だったんだけど、まあでもね予算あるからね、よかった。500円でさ何も買えなかったら困っちゃうけど、もう2つ手に入れてあるから、これちょっとなんか柔らかくなってる、すでに、よしよし、はい、ではお水を入れて蒸し焼き蓋をします。でこれをカチッと、いやほんとこれ当たってよかったわ。めっちゃいろいろ相性いいもんね、何にするにもこれだと便利だわ。こっちとこっちどっちもね換気のために開けてあるのでバッチリ大丈夫です。この間にですよ、次のやつはねやっていきたいと思います。今ですねちょっとねゆうきさんから連絡があったのに気がつきました。移動距離が長いのでルール変更して伊豆エリアでやったらいかがですか、静岡エリア。今ね私が最初に、お、いい感じで開いてきましたね。はい、これねエリアが全部で6個あるんですよ。で6個あるうちの一番最後の、紫色のところかな、そうそう、伊豆箱根神奈川エリアっていうところにねなって、それのね11番がここの道の駅なんですけど、そのエリア内でやった方がいいんじゃないかというね示唆を受けました。で確かにね移動距離があまりにも長いとあと1個行けるかどうかって感じになっちゃうので、また4時間とかになると、なのでちょっと急な形ですがルール変更、このエリア内でやっていきたいと思います。そっか、そしたらエリアごとの
一人旅をね企画できるということですね。それもいいな。その方が効率もいいしね。チャレンジしてもいいけどな。どうしようかな。迷う。あ、めっちゃいい匂いしてきた。じゃあ一回止めます。はい、じゃあね、オープンします。オープン。おー、おいしそう。はい、じゃあね、これをよそって食べてきます。はい、よそりました。こんな感じです。おいしそうに湯気が立っております。こちらのアルペンザルツの塩を振っていきます。これをパラパラと振りまして、のさらに胡椒をトッピングしていきます。プラスしていきます。はい、こんな感じかな。めっちゃシンプルやん。あんまりね、他に塩胡椒以外に調味料はお醤油しかなかったので、これでいきます。いただきます。うん、こう胡椒の香りが鼻をくすぐっていい感じですね。塩味はちょっとだけ。うん、美味しい茹でたブロッコリーはい、じゃあこれを食べたらどこに行くかをね、ちょっとやっていきたいと思います。うん、もてつさんってなんかソース的なタレ的なものも買えたのにな。予算次は2000円欲しいな。まだね、あの栗こしオーバーできるのが130円あるので、それも含めて使っていきたいと思います。これはレモン絞ったら美味しいかな。お酒に入れてもなんか次の料理にしてもいいかなと思ってレモン買ったんですけど、とりあえず次のところに行くためにレモンは温存しておきます。はい、ということで完食しました。まだねこっちの方はね残ってるんですけど、またね、あの夜にでもいただこうと思います。今回は6エリア、こちらのね伊豆箱根、神奈川エリアに絞ってやることにしました。1から12番まであるんですが、この中の11番はねもう来たので、もし当たったとしても除外します。ではね、こちらの乱数制作のやつでアプリを使って用意スタート。ででん、11。すごい、どんだけ11出したいのっていうことで、はい、11が出ましたけど、これはねもう来てるので、次いきます。もう一回。すごいな、めっちゃ11気に入ってるじゃん。あ、じゃじゃん、気になってきた。6ですね。6どこだろう。めちゃめちゃ気になるな。あ、天城越えだって。道の駅天城越え、ここにじゃあ行ってみましょう。こんな感じの道の駅らしいです。いいっすね、ちょっと楽しみ。はい、ということで、運転席の方に回ってきました。で、道の駅天城越を検索しました。はい、そしたらねこんな感じです。約1時間ですね、50分行ける感じになってます。有料道路、もともと通らないコースみたいなので、これでね有料道路は通らないで行きたいと思います。はい、では、道の駅天城越えに向かってレッツゴー。